クラスメートたちと放課後にプール掃除をすることになった俺。初夏の青空の下、制服の裾をまくり、黙々掃除をしていると、背後から何者かに冷たい水をかけられた。振り返るとホースを手に持った長野めいちゃんがいたずらの笑みを浮かべて立っていた。ごめん手が滑っちゃったと白々しく言うめいちゃんに対し、俺は、おいこの野郎わざとだろとデッキブラシで下に溜まっていた水を飛ばす。すると想像以上に水が飛んでしまい、彼女はずぶ濡れに。制服のブラウスは透けてしまい、一瞬ドキッとするが、彼女は中に T シャツを着ており、下着は透けることがなかった。ちょっとやめてよという彼女を尻目に、俺は透けて見える T シャツにプリントされた藤上一番の顔を何とも言えない表情で冷たい。でよ、バカじゃない。藤上一番と T シャツ着てんだ中に。お父さんかお母さんが好きなのか。そうですね、本人じゃないっぽいな。意味もわからず、センキュンとしよう。あげよう。アナルのシワが気になる気になる気になる、インキンタムシも気になる、サンデーナイトドリーマー。